ご紹介ありがとうございます。カウサ DNA 研究所の田畑です。実は今もうアクアライン の, 橋の部分が40キロ規制になってまして、あそこ80キロなんですけど、40になると次はもう通行止めになってしまって、もう帰りたくてしょうがないんですけど、すいません、懇親会までいないかもしれませんけど、高木先生ちょっと言わせてください。すいません、非常事態ということで、文字がちょっとガタガタしてるかもしれません、すいません、勘弁してください。植物ゲノム関連データベースの統合に関して、私どもがやってきましたことを少し、ご紹介させていただきたいと思います。で、実は、前のフェーズから進めてまして、今回 の, 名称が植物ゲノム情報活用のための統合研究基盤の構築ということで、カサ DNA 研究所では私と、私は直接何もできませんので、実際には市原、それから浅水、それから、平川の3名が中心になって、実施して、おります。それから大阪大学の大学院医学研究科の中谷さんにも加えていただいております。で、これいつもお見せしているんですけども、この研究開発の背景なんですが、日本の植物ゲノム研究っていうのは、かつて、クロロプラスト の, ゲノムを、世界で最初に2つ稲とタバコで決めたということで、非常に、リードしていて、で、ゲノム研究の、いわゆるゲノム解読の最初のフェーズのですね、例えば稲ゲノムの解読であるとか、あるいは白いナズナのゲノムの解読であるとか、でその時期には農水省なり、あるいは私ども の, 研究所のが中心になって、世界の中ではかなりいい位置にいたというふうに理解しています。ただその後なかなか息切れがしまして、特にいわゆる次世代型のシーケンサーが出回って、でもそれをいかにうまく使って、研究を進めていくかというところになると、先ほど午前中も人のゲノム、シーケンスに関する状況をお話がありましたけども、植物でもそう で, で植物の場合は人の場合とは少し状況が違いまして、スタートはモデル系から始めるんですけども、実際に私たちが使っている植物、実用植物、作物というのは非常に種類が多いですから、どんどん本当は情報を収集していかなければいけない時期になっているんですが、なかなか日本ではですね、そういうための、ファンドがつかないということで、個別の努力によって、解読が行われていると。あるいは、RNA-seq のレベルであれば、かなりたくさんのものについて進められているということで、現状それほどいい状態ではないんですけど、にもかかわらず、かなりたくさんの植物性について、国内だけでも情報が収集集まっています。で、植物全体、世界全体ではおそらく、ちょうど100までいってるかどうか、すでに50以上の植物性についてのゲノム情報は公開されています。で、こういう情報は当初は植物のゲノム構造を理解したいということがあったんですけども、その次の目的としてはやはりその変異ですね、多型を見つけて、その品種間で の, その、特性の原因となる変異を見つけていくというような流れになってきているということ、それから育種が目的ですと、配列を利用して DNA マーカーをできるだけたくさん開発して、それを使って、連鎖解析をやって育種に使っていくというような流れになってきてますので、情報としてはもちろん塩基配列情報が最初なんですけども、その後は DNA マーカーなり多型を見つけていくという流れになってきています。で、そういう情報はそれ以外にもたくさんのオミクスの情報等がこう出てきまして、でそれは論文にもなってますし、データベースにも含まれていると。でさらにその塩基配列情報やマーカーを使っていろいろな、その次のフェーズの情報ですね、例えば育種関係ですと QTL の情報とかというようなものも論文になったりしています。で、ただたくさんの情報があってですね、なかなかユーザーがそれにアクセスするのは容易ではないということです。で、まとめますと、モデル材料から農作物まで研究対象が多種多様であるということ、それから最近ではその品種のシーケンスがどんどんやられていまして、例えば稲ですと、もう1000を超えるぐらいの品種についてシーケンスが行われていて、マッピングベースで竹がどんどん調べられていっているというような状況になっています。
あとゲノム構造、ゲノム機能、マーカーとかですね、あの連鎖解析、育種関連情報など非常にたくさんの情報が出てきていて、であのいくつかのものについては、いくつかのものというか、あの結構文献の状態でとどまっているものもかなりたくさんあるということで、で情報が多くの DB や文献に散在していて利便性が低いとか、あとも分散していて外国から見えにくいというようなあの問題がありました。でこれに対してですね、前のフェーズでゲノム情報に基づく植物データベースの統合ということで採択をしていただいて、植物遺伝子オルソログ DB の構築とそれに基づく統合、DNA マーカー連鎖地図情報に基づく、ゲノム DB の統合、それからリソース情報 DB の統合、それから、情報基盤の構築という4つの項目を挙げて研究開発を行わせていただきました。でその結果を受けて、今期、を実施しているんですが、現状を、ご説明させていただきますと、まず、オルソログ DB の構築という項目についてはこの、レフセックから取得したアミノ酸配列、これは緑色植物の20種類50万配列、それから卵巣、これは植物との関連が深いということでシアノバクテリアを含めていますが111の50万配列を用いて、これを総当たりにしまして、それをオルソログと定義をしてですね、でそのオルソログ情報の生成及び更新を行って、このオルソログ DB と検索用のウェブサイトを構築した状態にあります。で、これと、私たちが、これまで作ってきましたデータベース、例えばミヤコグサであるとか、ユーカリであるとかっていうデータベース、それからラップ、ライス統合、ライスエクト、これ生物圏のデータベースですね、それからあとテアというのは白ナザのアメリカで持っているデータベース、それからこのあたりはですね、理研のアラビドフィシス、理研のポプラと、これ麦類ですね、理研が持っているデータベース、それからフィスコミトレラ、ヒメツリガネゴケのデータベースとかケッグ等と、アミノ酸配列を用いて、このオルソログ DB とこれをリンクさせています。でこの作りとしてはこのレフセックから取ってきた配列でこのオルソログ DB というものを構築したんですけども、この中の配列とそれから私どもの研究所で持っているゲノム EST の、 データベース、それから、例えば農水省生物圏が持っているもの、理研が持っているものとアミノ酸配列の類似性によってこれをつないでいると、それから、これは後でお話しますけども、データベース、横断検査ができるようになっているというような作りのものが今、できているわけです。で2番目の DNA マーカーおよび連鎖する情報につきましては、10種については、75,975 件のマーカー情報収集公開、これは論文のキュレーションで基本的に行ってますので、たくさんのキュレーターが論文を全部読み込ん でデジタル化してデータベース化するということですか。さらに20種については、15,000余りのマーカー情報、それから1767件の QTL の情報をこれもキュレーションで収集して公開しております。それからあとはここで集めたマーカー情報で連鎖地図があるものについては地図の表示システムを構築しました。これが地図の表示システムなんですけども、これは多分トマトだと思いますが、このような形で図示されて、でその地図がですね、どういう分離集団、解析集団を用いて作られたかということで、これを選ぶことができるようになっています。で、連鎖群を選ぶと、こういうふうにマーカーのリストが出てきまして、このマーカーを叩くとマーカーの詳しい情報のページに飛ぶというような作りになっています。また地図間の比較を行うことも可能でして、こういうふうに、日本の地図を並べて表示して、もちろんこれはテキストベースですので、この同じマーカーの名前があるものについてこういうふうにつないでいるということなんですけども、これも集団を選んでマップ間の比較を行うことができるような作りになっています。
それから3番目の、リソースなんですけれども、これは理研の BRC があと開発されました Saber というデータベース検索システムがあるんですけれども、これを拡充しまして、で、理研の BRC の植物の、リソース情報と、それからナショナルバイオリソースプロジェクトで、遺伝研の山崎先生のところで持っておられます、植物のリソース情報を、検索できるようになっていたんですが、それのバイオリソース情報をこの私どもが作りましたこの PGDBJ というポータルの横断検索システムから検索ができるようにしました。それからここに含まれていないものとしてリソースの情報も収集も進めておりまして、柑橘について近畿大学果樹研究所から情報を収集してデータベースを構築して、ここに検索に含まれるような形にしております。まあ、これがイメージなんですけども、ここに検索窓に何らかのワードを入れると、こういうふうにマーカー、リソースの情報がこういうふうに出てきて、でこれは叩くと、この検索自体はこの Saber という BRC の検索エンジンを使っているんですけども、ここからこういうふうにこの3つのサイトといいますか、データベースに含まれる情報を串刺しでこう検索することができるような状態になっているわけです。それから、最後の植物研究に関連する情報基盤ということで、これは最初に、当時ゲノム関連のデータが比較的よく蓄積している55種の植物を選びまして、でこれについて植物の分類情報であるとか、さまざまな基本状況を情報を収集しました。それから33種については、ゲノムが解読されておりますので、このゲノム解読の手法等についても、情報を集めて、公開しています。それからこの55種に関連して、世界中でたくさんのデータベースが公開されているんですけども、それを全部調査しまして、リンク切れ等の調査して分類して見やすく整理されています。ですからここに入りますと、例えば白ナザということで、ここを探すと白ナザのいろいろな、ゲノム関連データに関連を公開しているサイトがきれいに整理されて出てきますので、非常にデータにアクセスしやすくなっているということです。で、イメージとしまして、私どもが開発するデータベースポータルでオートログ DB があって、マーカー連鎖地図 DB があって、植物情報の DB があって、でそれに国内にすでに開発されているさまざまなデータベースがあって、でそれをですね、あたかも一つのデータベースであるように、そういう状態に近づけたいというような最初のイメージがあったわけです。でそれを目指して作ったポータルがこのプラントジノムデータベースジャパン PGDBJ というふうに略しています。でここにこれ今現在のファーストページですけども、こういうふうに3つのオルソログデータベース、マーカーマップ基本情報、それからリソースという3つ のリンクがあります。でここにおのおのですね、こういうページがにつながっていて、それぞれの情報にアクセスすることができます。さらに横断検索用の窓もつけておりますので、現在まだ横断検索のシステムを整備しつつあるんですけども、基本的には横断検索ができるようになっていると。さらにもともとこれは国内のユーザーに向けて開発を進めたので、全部言語は日本語で作ってあるんですけども、それを昨年度そのまま英語版も作って海外向けにアピールできるように公開をしております。で作りとしてはこれまた先ほどの一部繰り返しになりますけども、横断検索があって、それは一つはオルソログ、それからマーカーリソースで、国内あるいは国外のデータベースの中の配列につながっていると。でマーカーについてはマスベースとかナップサックとかのデータベースにつながっていると。それからリソースについては柑橘 BRC、NBRP につながると。であとはテキストのドキュメントの情報がここにあって、これらがあと有機的にリンクされているというような作りのものが出来上がっているわけです。でこれ
アクセスなんですけど、24年の8月ですので、ちょうど今で2年ぐらいになるんですけども、まあ、順調に伸びていて、最近また伸びてるんですけど、なぜかよくわからないんですけども、まあ、大体安定した形でよくアクセスしていただいていると思います。ということで、まあ、今期ですね、このフェーズ、まあ、それを受けて何をしようかということなんですけども、2023年度から25年度の統合推進プログラムにおいて、統合化のハブとして構築したポータルサイト、PDBA のコンテンツを充実させると、まあ、コンテンツを充実させるということですね。それから、他の課題との連携を深めて、横断検索機能の拡充を図るというのは、まあ、大きな目標になっているわけです。で、そのために6つ の今回項目を挙げて提案をしました。で、最初の3つはですね、オルソーログ、それからリソース、マーカーということで、これまでの蓄積したものの拡充が目的です。それから4番目は連携、データベース間の連携による統合化、5はですね、この連携を行うためにもオントロジーをきちんと整備するということ、それからあとそれを用いて横断検索を効率化する、それからあとアノテーションをもう少し高度化するというような提案をしております。で、この提案をするにあたってはやはりコミュニティのサポートが必要ということで、まあ、主に基礎の関連の学会ですけども、植物学会、植物生理学会、植物細胞分析学会とお話をして、サポートいただくということになっております。で、具体的に少し残りの時間でご説明しますけども、オルソログ DB の拡充ということなんですけど、まあ、具体的にはですね、配列データを更新するということですね、レフセックのリリースを新しくするということ、それからレフセックの配列だけですと、データベースによって、あるいは植物種によって結構偏りがあるということがありますので、レフセックに加えてですね、各、個々のデータベースで定義された遺伝子配列を使うということ、それから、植物種を、もちろん増やす、それから、表示システムの改善を行うということですね。それから、他のデータベースのリンクを充実させるということを、考えています。で、この表示システムっていうのは、このオルソログ DB の、総当たりで計算させたデータセットがあるんですけども、非常に巨大なデータセットで、それをなかなかその一般の人がですね、分かりやすく、効率よく使うことができないということがありまして、いろんな表示システムを検討していますが、例えばこれ、シロナズナとイネの両方で、このオルソログテーブルを出してですね、で、例えば両方で欠損しているものとか、あるいは両方に含まれているものがこう見えやすいようにするとかですね、あるいはどちらかにあるもの、これはヒメツリガネゴケにあるものだけにあるものがここに非常に大きなグループとしてあるとかっていうようなことが見えるような表示システムもあると、役に立つんじゃないかということで、今開発を進めて、これも含めて開発を進めています。それからリソースについては新たな植物リソースの情報を追加するということで、例えばイチゴ、カーネーション、とか、大根とか、最近になって配列が解読されたようなものを、についての情報も含めていくということ、それから、リソースと遺伝子情報の関連付けが行えるように配列情報がついているものについてはオルソログ DB との連携を図るというようなことを考えています。それからマーカーについてはですね、これは植物種を増やすということですね。新たにゲノムが解読された植物と25種を加えるということです。で、キュレーションを引き続き継続するということと、それから、実用を考えますと、重要な農業形質、例えば病害抵抗性であるとか環境ストレス耐性、収量などに関する遺伝子アリル、それから DNA マーカーの情報を文献から収集するということです。で、追加した植物種についてはここに書いてありますが、馴染みのあるようなものもなさそうなもの、聞いたこともないようなものもあるんですけど、いずれにせよゲノム解読がされていますので、こういう情報を入れていくということ、それから植物病理論文、例えばこれ一例ですけども、いろんな文献等についていろいろな、病気についてこういうものルールに基づいて、調べていくというようなことを考えています。それから DB 間の連携ですけれども、これはPGDBJ 内のオルソログとかリソースとかマーカーのデータベースがあるんですけども、それを RDF 化を実施していくということ、それから他の課題との連携を深めるということで、
まあ、あまり細かいことは説明しませんが、RDF 化を進めていくということと、それから横断検索システムへの API を配布して、連携を拡大するように努めていくということで、例えば、統合化推進プログラムの中では、微生物、それからメタボローム、トフェノーム等 のデータベース等との連携を深めていきたいと考えております。でオントロジーについてはですね、これはまあ、RDF 化を進める上で非常に重要なことですので、特に、まあ、植物学会と共同してですね、で私どものチームの中にオントロジー整備ワーキンググループというのを作っておりますので、ここで検討してもらってオントロジーの整備を進めていくということを考えています。それからアノテーションの高度化については、例えばそのユニプロット KB に対してとのリンクとを貼って、まあ、高度なアノテーションにアクセスできるようにするとかですね、あるいはモチーフ、タンパク質一体構造、代謝経路などとのデータベースとリンクを貼ってアノテーションの高度化を図るというようなことを考えています。で、これ最後でまとめますと、最初の、拡充の、項目と、それから主に連携高度化を目指す、追加 の項目に努めてまいります。で、最終的にはですね、ゲノム情報と横断検査機能を拡充させた PGDBJ の構築を目指しております。で、これにおいては高台との連携、それから他の研究機関の DB との連携で、あるいは関連学会の広報活動なんですけども、これは、ね、今までは基礎系の学会の広報活動が多かったんですけども、例えば今年度ですと育種学会とか園芸学会でもブースを広げて広報を行うようにしています。それから海外で同様 のことを試みているようなものがありましたら、そことの連携を深めていくために情報交換を進めていきたいというふうに考えています。以上でございます。